DVD で学ぶ英語表現、今日の表現はね、これをやってみたいと思います。Two gliders at our 3 o'clock です。スターゲート SG-1 の中にいろいろ出てくる表現、戦闘シーンがありますので、結構軍事用語がたくさん出てきます。3時の方向に敵とかね、そういう時計を使った表現ですね。3時の方向とか6時の方向とか、そういう言い方があるんで、ちょっとそれを解説するとね、これが時計ですね。時計は上が12時で下が6時、右が3時で左が9時となってます。それをですね、上を前に対応させて下を後ろに対応させると、これで方向が言い表せるんですよね。だから例えばこの2 gliders at our 3 o'clock、 これは3時の方向にグライダー2機、グライダーっていうのは、この場合デスグライダーズっていう、敵ゴアウルドの戦闘機なんですが、簡単にグライダーズって言ってるんですが、2 gliders at our 3 o'clock、 3時にグライダー2機、そういうふうに言ってますね。で、3時ってことは右側ね、右側からグライダーが2機来てます、そういう意味ですね。Cover my 6 o'clock、 これはどういう意味ですか。はい、これはですね、6 o'clock ですから、6ってことは後ろですよね。後ろをカバーしてくれ、どういう意味、後ろを守ってほしいってことです。だから援護しろとか、そういうような意味があります。こういうふうにですね、このスターゲート SG-1 結構戦闘シーンがいろいろ出てきますので、軍事用語っぽいこういう表現がたくさん出てきます。こういう表現をあれですね、いろいろ覚えましてですね、あれですね、ネイティブの人たちと会話したりすると、きっとあなたも軍事オタクだと間違えられることを受け合いますね。間違いないです、それは。はい、今日はこの時計を使った表現ということを解説しました。以上です。はい、どうも。